マザーグース。マザーグースは、英米を中心に親しまれている英語の伝承同様の総称。イギリス発祥のものが多いが、アメリカ合衆国発祥のものもあり、著名な動様は、特に17世紀の大英帝国の植民地化政策よって、世界中に広まっている。600から1000以上の種類があると言われる。マザーグースは、英米では、庶民から貴族まで階級の隔てなく、 親しまれており、聖書やシェイクスピアと並んで、英米人の教養の基礎となっているとも言われている。現代の大衆文化においても、マザーグースからの引用や言及は、頻繁になされている。なお、英語の同様を指す言葉として、他にナーサリーライムがあり、イギリスでは、同様の総称としては、マザーグースよりもこちらが使われる傾向もある。しかし、ナーサリーライムが、 新作も含む、同様全般を差し得る言葉であるのに対して、マザーグースは、伝承化した同様のみに用いられる点に、違いがあると考えられる。口実するように、マザーグースが、同様の総称として用いられるようになったのは18世紀後半からで、あるが、それに対して、ナーサリーライムが、同様の総称に用いられるようになったのは824年の、スコットランドのある雑誌においてであり、 ナーサリーライムの方が新しい故障である。英語の動揺は古くから存在したが、それらに対してマザーグースという言い方が定着するようになったのは18世紀後半からである。このマザーグース、ョ長ばあさんという故障はもともとは同じ意味のフランス語、マメールロワの訳語であったと考えられている。1729年、フランスの著作家、 シャルル・ペローの童話集1697年がロバート・サンバーによって英訳されイギリスに紹介されたがこの本の口絵では本とドマ・メールロは蝶、母さんのお話という文字が壁にかかった額のようなものの中に書かれていた。うず。英訳ではこの部分をマザー・グース・イズ・テールズとした上で本の副題として採用しており後には本のタイトルにも使われている。 これが英語圏におけるマザーグースという言葉の書出であった。この英訳本は18世紀中に何度も増殺されて広く読まれており、アメリカ合衆国でも1794年に刊行されている。こうしたことが背景となって英国人にマザーグースという言葉への馴染み書き、伝承童話や童謡と結びつけられるようになっていったものと見られている。1780年には、 ロンドンの出版社、ニューベリー賞の由来となった人物によって、マザーグースのメロディとする動揺集が出版され、以後同じような動揺集や伝承動揺に対して、マザーグースという語を用いる観光が定着していった。もともと、フランスでは、課長は民話や童話に品質する動物であり、また、イギリスでも、家畜として重宝されている動物であった。 おとなしいために比較的世話が楽であるガチョウは、しばしば家庭のおばあさんがその世話を受け持った。また時間を持て余しているおばあさんは、しばしば伝承童話や童謡の担い手でもあり、このことからガチョウ、童話、童謡、おばあさんの三つが結びついたものと考えられる。マザーグース、ガチョウばあさんは、上術のような童謡や、 同様集の伝説上の作者として紹介されることもあり、一部の英和辞典などでは、同様の総称としてよりも、こちらの説明を載せているのもある。伝説上の人物としての、マザーグースは、アヒル、ガチョウの背に乗って、どこへでも自由に飛んでいく老婆、魔女として描かれている。このガチョウにまたがった魔女としてのマザーグース像は、1806年、 ドゥルリー・レインの王立劇場で初演されたトマス・ディブソン、脚本によるパントマイム、ハーレ・クイーンとマザー・グース、あるいは黄金の卵で初めて描かれ、この劇が成功したことによって定着したものである。一時期、アメリカ合衆国では、マザー・グースが実在するアメリカ人だという説が広まった。この説によれば、1665年に、 ボストン生まれのエリザベス・グースという人物が、夫アイザック・グースに先立たれた後、1719年に、英語の動揺集、子供たちのためのマザー・グースのメロディという本を出版し、ここから、マザー・グースが、伝承童謡の総称として広まっとされる。この説は後日の北原白州による、マザー・グースの端書きでも事実として触れられている。しかし、 ジョン・フリート・エリオットというエリザベス・グースの彦にあたる人物にり、上述のようなタイトルの書物は存在せず、1860年にボストンの新聞に匿名で投書されたことから広まった作り話だったことが明らかになった。前述のように、マザー・グースという言葉が同様集の題名として用いられたのは、ジョン・ニューベリーが1780年に刊行した。 マザーグースのメロディであるが、伝承同様を集めたものとしては1744年5月にという書物がロンドンで出ており、これが実在が確認されている最古のマザーグース集である。この本は第2巻となっており、現物は確認されていないものの、同年3月に出版されたらしいの続編であると考えられている。トミー・サムのかわいい歌の本には、ロクペンスの歌、 ロンドン橋落ちたなど、今日でもよく知られている動揺が確認できる。一方、ニューベリー編のマザーグースのメロディは52編の動揺を収めており、このうち23編は確認できる限りではこの本が文献書室となっている。ただし、この52編の中には、ニューベリーと親しかった作家オリバー・ゴールド・スミスの創作が相当数混じっているのではないかという説もある。 19世紀半ばには文献学者によるイングランドの同様、1842年によって600余りのマザーグースが少量された初版は299。ハリウェルの修正はより学問的な方法に基づいており、個人の創作らしきものを注意深く排除し、集めた同様を歴史的、文字遊び、物語など18の項目。 初版では14へ分類した上で中途解説を施している。この書物は、同著者のイングランドの俗用と、同話、1849年とともに、以後100年余りの間イギリスの伝承同様の唯一の転居となっていた。その後、20世紀半カバニによる修正、オックスフォード版伝承同様辞典、1951年、オックスフォード版伝承同様集、 1955年及び学童の伝承と言葉1959年が現れ、これらが現代におけるマザーグース修正の決定版とみなされている。前述のように19世紀のマザーグース州はすでに600を超える動揺を収録していたが、現代のマザーグース州の収録作を合わせ、重複分を除くとその数は1000を超える。その種類も、 ハンプティダンプティのようななぞなぞ歌のような子守り歌、ロンドン橋落ちたのように実際の遊びに伴って歌われる遊戯歌、ペーター・バイパーのような早口歌のような物語性のある歌のように一節ごとに行が増える積み上げ歌、月曜日に生まれた子供はのような暗記歌、その他お祈りやおまじないの歌など足したようである。全体的な特徴としては、 残酷さのあるものやナンセンスなものが多いということが挙げられる。またマザー・グースは伝承同様と訳されているものの、実際には特定のメロディを持たないものも多く、メロディに乗せて歌うためばかりでなく、読むための歌、読んで聞かせる歌妻を多い詩としての側面も強く持っている。マザー・グースに数えられる同様の多くは、イギリス発祥だが、メリーさんの羊のように、 アメリカ合衆国発祥の著名なマザーグースもある。伝承であるために作者が分かっていないものも多いが、キラキラ星や十人のインディアンのように、作者のはっきりしている新作同様が後に伝承化し、マザーグースに加えられる系もある。人物としてのマザーグースを主題とした歌である、などは、もともとは1815年頃に出版された、チャップブック向けの陰文物語であったものが、 マザーグースそのものが主題であったためによく親しまれて、伝承化した例である。また、作者不詳の古い歌には、12世紀の羊毛税勢の導入あるいは15世紀の囲い込みを歌っているのでは、ないかとことれる、イングランドとスコットランドの統一から発生したのでは、ないかと言われる、ライオンとユニコーンのように、歴史的な出来事に関連して発生したものと、推測されているものもある。 マザーグースはイギリスにおいては身分、階層問わず広く親しまれており、このことを言い表すのに、上は王室から下は小記までという言葉も使われる。王室関係者がマザーグースに親しんでいることを示す出来事として、ビクトリア女王が庶民の子供とをめぐってやりとりをしたというエピソードや、チャールズ皇太子が生まれた際、貴族院のメンバーがにちなんだ祝いの言葉を述べた。 といったエピソードも伝えられている。庶民に親しまれている例としては、キャットフィドルのようなマザーグースから取られた店名を持つパブがイギリス各地に点在していることなどが挙げられる。マザーグースの引用や登場人物、またそれにちなんだ言い回しは、近代から現代に至る英米の社会において、新聞記事や雑誌、文学作品や漫画、映画など、 あらゆる分野の中に広く見る子ができる。文学においては、ルイス・キャロルの、不思議の国のアリス、鏡の国のアリスが、物語の中にマザーグースを用いたことでよく知られており、特に後者は、ハンプティ・ダンプティ、トゥイードル・ダムとトゥイードル・ディといった、マザーグースのキャラクターを個性的に描き出している。その他、メアリー・ポピンズ、秘密の花園、呼び輪物語など、 自動文学やファンタジーの古典にもマザーグースの引用例は多い。ミステリーの分野では、10人のインディアンをモチーフとして、連続殺人が行われるアガサクリスティの、そして誰もいなくなった、誰がコマドリを殺したの、など4つの同様の宿に沿いて、連続殺人が行われるバンダインの相乗殺人事件などをはじめとして、多数の作品での引用例がある。 日本における初期な役業としては、大正時代の北原白州によるマザー・グースが知られているが、白州以前に画家、詩人の竹久夢二が翻訳を試みたことがある。おそらく添えられているイラストから興味を持ち始めて自分で訳すようになったものと考えられ、1910年、明治43年の著書、さよならに収録した物語の中に誰が小間取を殺したの 訳を入れて、以降、様々なマザーグースを訳出している。ただし夢には翻訳であるという断りを入れずに訳して、自分の創作詞と一緒に扱ったりしており、翻訳というより本案に近いようなものもある。なお現在のところ日本で最初のマザーグースの訳は、1881年、明治14年に出された、自習書、ウィルソン氏、第二リードル直訳の中で、小先が、 輝きくよとして掲載された、キラキラ星の直訳とされている。北原白州による訳は、まず自動雑誌、赤い鳥の1920年1月号に、柱時計と緑の家が掲載され、続けて同紙にマザーグースの訳が発表されていった。そして翌1921年、大正10年末に、日本初のマザーグース訳詩集、マザー、グースとして、 アルス出版から刊行された。この薬師集では132編を収録しており、赤い鳥に掲載されたものもより滑らかな交互に直されている。挿絵は、恩知幸志郎が担当した。その後は、英文学者、詩人の武友総風による、英国動揺集が1929年、昭和4年に出ている。これは学習者向けの大薬師集で、 87編の訳を原始と共に収めたものであるが、取り立てて反響はなかったものと見られる。それから、半世紀後の1970年、昭和45年に、リチャード・スカーリー著、詩人の谷川俊太郎役による絵本、スカーリーおじさんのマザーブースで、宣伝された候補による翻訳が刊行された。この絵本では50編のみの訳室であったが、 1975年から76年には177編の訳を収めたマザーグースの歌前後集が創始者より刊行されているイラスト堀内誠一。読みやすい谷川訳によるマザーグースの歌の出版には大きな反響があり、これをきっかけに日本におけるマザーグースブームが起こった。前後してマザーグースを引用した作品であるアガサクリスティ。 そして誰もいなくなったが、早川ミステリー文庫総監第一弾として、刊行されたこと、1976年4月や、人気少女漫画、ポーの一族、萩尾元、1972年から1976年、で、マザーグースが扱われたことなども、このブームを後押ししたと見られている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。